私たちは日中間の恋愛観について周りの友人や知り合いにアンケートを取り、告白、デート、記念日の3つを大学生の視点から比較してきました。まず日本人は告白するとなると告白に向けて長い期間をかけて入念な準備をする傾向があります。日本ではよく3回目のデートで告白をするのが成功率が高いと言われていますが、これは3回目のデートを引き受けてくれた時点で相手も自分を好意的に思っている確率が高いためです。相手の気持ちに確証が持てないと告白をできないという人が多いことから、日本人の奥ゆかしさや慎重な性格が読み取れます。次にデートについてです。デートでの支払いは割り勘という意見が多かったです。日本人の方は割り勘と聞いても驚く人はあまりいないのではないかと思います。これは日本人の他人に迷惑をかけないという潜在意識が関わってきています。おごるおごらないかで今後の人間関係に影響が出るくらいなら穏便に済ませるためにお会計を公平にして各自が負担することがベストだと考えられているからです。またデートに行く場所として中国、韓国と比較しておうちデートという意見が上がりました。これは日本では大学生の頃から一人暮らしを始める人も多いという理由が関係しているのではと思います。最後に記念日についてです。ヨーロッパから持ち込まれた文化であるクリスマスやバレンタインなどが恋人と過ごす日という意識が強いようです。これら以外にも年末年始という回答もありました。また交際期間の記念日について何日ごとではなく何ヶ月何年単位で祝う人が多かった印象です。中国の恋愛観についてお話しします。まず告白について、中国では基本的に1回目の告白で結果が決まることが多いですが、2回目や3回目でも諦めないという意見もありました。中国ではほとんどが男性と女性の告白で、女性の自発的な告白は想定的に少ないので、女性側の告白の成功率が高くなります。デートについて、支払いは男性が多いという意見が一般的でした。これは中国の伝統的な価値観や文化に基づいており、男性がデートの費用を負担することが礼儀とされています。記念日についてです。中国では誕生日、5月22日、花畑などが特に大切にされています。5月22日は中国語の我愛你という発音に似ていることから、恋人たちで愛を表現する日として広く認識されています。まだ花畑は伝統的な恋人の祭りであり、恋人たちが一緒に過ごす日として人気があります。韓国の恋愛観について紹介します。まず韓国での告白についてです。韓国では2回目や3回目の告白は特に珍しくありません。つまり一度断れても再度トライすることが普通です。また告白はほとんどの場合男性から行われます。男性が自分の気持ちを率直に伝えることが求められます。次にデートについてです。デートの際の支払いは基本的に男性が担当します。これは特に初期のデートにおいて顕著です。また、韓国のデートは食事を重視する傾向があります。例えば、食事をした後にカフェに行くという流れが一般的です。食事を共にすることで、より親密な時間を過ごすことができます。最後に、記念日についてですが、韓国では記念日をとても大切にしています。例えば、付き合い始めてから100日ごとの記念日や年ごとの記念日を祝います。これに加えて、クリスマスも特別な日として恋人同士で過ごすことが多いです。以上が韓国の恋愛観についての紹介でした。最後にまとめです。それぞれの国には独自の文化や習慣があり、恋愛観にも
大きな違いがありました。まず、中国と韓国では、日本よりもレディーファーストの傾向が強いです。中国と韓国では、女性を大切にし、優先させられました。日本では、比較的、男女平等な考え方が多く存在しています。次に、記念日についてですが、これも各国で大きな違いがあります。日本、中国、韓国では、記念日を大切にする習慣があり、5月20日のような語呂合わせも存在しています。韓国も100日記念日があるなど、日本とは違った記念日がそれぞれあります。恋愛観については、日本は非常に慎重な傾向があります。日本人は内向的で、慎重な姿勢を持つことが多いです。一方、中国と韓国では、恋愛に対して比較的積極的で、男性からの積極的なアプローチが一般的であり、カップル文化も発展しています。3つの国を比べると、韓国に似たような部分が多く見られました。これらの違いは、各国の文化や価値観を反映しています。日本、中国、韓国、それぞれの恋愛観を理解することで、異文化交流がより深まることを願っています。以上、日中間についての比較。以上で私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。